事務所を置く自民党本部自民党ネットサポーターズクラブは主にインターネットを介して活動する日本の自由民主党の支援組織である。略称 JNSC2009 年の第45回衆議院議員総選挙で自民党は敗れ、下矢した。この選挙で自民党を支援してパンフレット137万部を配布した約1800人のうち有志17人が 企画委員として参加し、その人たちが核となったボランティア団体として、2010年5月に発足が公表された。18歳以上で日本国籍を有し、規約や活動ガイドラインに同意すれば、自民党の党員でなくても参加できる。自民党への積極的支持者でなくても、他党に国政を託すのは不安という消極的支持者や、議員個人の支援者でも受け付けるとしている。 毎日新聞の報道によると2017年時点の会員数は約1万9000人。口述のように活動は自己責任であるが自民党や JNSC 事務局は総会などの場で会員に対して公職選挙法上の選挙違反や名誉毀損、侮辱罪などに問われかねない行為について注意喚起を行っている。本クラブにそう形で自民党の JNSC 支部が組織されている。中川正一の言葉、飛翔する日本へをスローガンとし、麻生太郎が毛筆で書したものが公式サイトに掲げられている。役員、編集歴代代表、編集自民党が2度目の野党転落で、政権奪還に向けて統制拡大、若者を中心とした新たな支持層の開拓や、将来のネット選挙に備え設立された。 規約には、夢と希望と誇りを持てる日本を目指す。この目的のため、自由民主党の1日も早い政権奪還及び、日本再建を実現すると抽象的に謳われている。このうち、政権については、2012年衆議院総選挙の結果により実現している。公式サイトによると、会員資格は次の通りである。日本国籍を有する18歳以上の方。 今回の目的に同意し、規約、プライバシーポリシーに同意できる方このように、自民党員でも非党員でも会員になれることを謳っており、本クラブの会員登録しただけでは、党員、党友と違って、本クラブ会員資格には、党総裁選の選挙権はない。会費は無料で、ウェブサイトから会員登録すると会員証が送付される。その性格上、 日本全国に会員を抱える。団体の入会は受け付けていない。また、規約には、会員は、本会の活動を、自己の責任と負担において行うとした、面積条項があり、組織体でありながら入会しても無権利、無保障であることがあらかじめ決められている。本クラブの設立総会参加者に対しては、麻生太郎が、推薦人となって、党員登録を受け付けた。 入党すると、従来の都道府県連や地域支部や職域支部ではなく、本部直轄党員や JNSC 支部所属党員となる。自民党には、党員のほかに党友という制度があり、自身の友人の多くに加入してもらっていることを、麻生が YouTube で設立総会前日に配信された動画で紹介していた。公式サイト上に会員専用の動画配信、 電子掲示板が存在し、会員間の交流ができる。選挙時などには、ビラ配布などの活動を行う。設立総会を、はじめ、主要なオフ会はニコニコチャンネルの自民党チャンネルで生中継されている。規約には次のように歌われている。党のパンフレットビラの配布およびポスティング活動、インターネット等を活用した各種広報活動、情報収集活動、 会員相互の交流活動、等への提言これらは、政治講演会としては、基本的かつ普通の行為であり、本クラブだけの特徴ではない。自民党、ネットサポーターズクラブが発足しました。進藤要したか。ホームページ J、NSC ホームページ、ネットウォッチ、会員一万九千人で、宣言戦自民公認サポーター組織、安倍首相に熱狂、投稿内容は、自己責任、 毎日新聞長官2017年10月18日、ABCDE 規約 JNSC、会員登録、ビラ折りやビラ配布、ハンドマイク宣伝やポスター貼りなど日本共産党。ありがとうございます。